ロバート・エドワード・リーは南北戦争の時代のアメリカの軍人、教育者。南部連合の軍司令官を務め、物量や国力において圧倒的に強大だった合衆国側の北軍を大いに苦しめた。最終的には敗北したが、アメリカ史上屈指の名称として評価が高い。1807年にバージニア州ウェストモアランド軍のストラットフォードでアメリカ独立戦争の英雄ヘンリー・リーと アンヒルカーターリーの子として生まれる。リーは1825年にニューヨーク州の陸軍士官学校に入学、4年後に自粛の成績で卒業した。卒業後、リーは職業軍人としての道を歩み始め、1832年に少位に、1836年に中位に、そして1838年に大位に昇格した。 1846年から1848年にかけての米牧戦争に従軍し、武勲を立てたリーは、1852年に母校である陸軍士官学校の校長に任命された。3年間の校長生活の後、1855年に中佐に昇格したリーは、その後の数年間をテキサス州で過ごした。1859年には、 バージニア州で発生した戦闘的奴隷制反対活動家、ジョン・ブラウンによるハーパーズ・フェリー放棄事件の鎮圧を指揮した。妻は合衆国初代大統領、ジョージ・ワシントンの義理の彦である。南北戦争直前には大佐の階級であったが、リンカーン大統領は陸軍総司令官ウィンフィールド・スコット少将の推薦によってアメリカ合衆国陸軍の司令官就任を要請した。 しかし、リーは、奴隷制には賛成ではなかったが、距離のバージニアへの郷土愛などの理由により、1861年、サムター要塞の戦いの後、合衆国軍を辞職し、バージニアに帰郷した。南部では、はじめバージニア州軍の司令官となり、1861年8月には、南部連合国軍大将に任命された。ほぼ同時に任命された5名のうち、 先人順位は3位であった。リーは当初、バージニア州西部の部隊司令官、カロライナ州沿岸の防衛司令官、ジェファーソン・デービス連合国大統領の軍事問題顧問を歴任したが、北バージニア軍の司令官、ジョセフ・ジョンストン大将が1862年6月1日に南部の首都リッチモンド付近まで進行した連邦のジョージ・マクレラン率いるポトマック軍を迎撃した。 セブンパインズの戦いで重傷を負うと、その後任として起用された。リーは6月25日から7月1日まで、連日ポートマック組へ攻撃を加え、優勢な敵にリッチモンド侵攻を断念させるに至った。この戦いによって、名声を確立したリーは、南部の降伏直前に南部陸軍総司令官に任命されるまで、北バージニア軍司令官として、東部戦域の指揮を取った。 リーはほとんど常に北軍よりも劣勢の軍を指揮し、補給の欠乏に悩まされながらも、大胆な軌道と敵の意表を突く攻撃によって、北軍を翻弄し続け、第二次ブルランの戦い、フレデリックスバーグの戦い、チャンセラーズビルの戦いなどで勝利を挙げ、北軍のリッチモンド侵攻の意図をくじき続けた。また、2度にわたって、 北部領域への進行作戦を実施するも、1862年のアンティータムの戦い、1863年のゲティスバーグの戦いでは北軍に敗れた。リーは、ゲティスバーグの戦いで敗北して南部に撤退した後、デイビス大統領に辞任を申し出たが、リーの他に、数で劣る北バージニア軍を率いて北軍に、 対抗できる将軍が南軍にいなかったので、デイビス大統領はこれを却下している。1864年にユリシーズ・グラント中将が合衆国陸軍総司令官に就任し、北部の物量的優位を十分に活用する戦略を取ると、リーは防戦一方とならざるを得ず、6月には首都リッチモンドの近郊まで後退を強いられた。 1865年1月31日、南部議会によって南部陸軍総司令官に任命されたが、南部連合の勢力が挽回することはなく、4月3日、リッチモンドが陥落。リーは軍を指揮してリッチモンドを脱出し、ジョゼフ・ジョンストンの軍との合流を図ったが、バージニア州アポマトックスで北軍に捕捉され、4月9日に北軍のグラント総司令官に降伏した。 一部の召喚は部隊を解散して山間部などに逃げ込み、ゲディラ戦を継続するようリーに進言したが戦争の決着はもうついていると感じたリーはそれを退け、降伏後も南部の兵士たちにゲディラ戦などに走らず投降するように呼びかけている。戦後に恩赦され、1865年10月2日、バージニア州のワシントン大学学長に就いた。戦争で荒廃した南部の復興のため、 人材育成に尽力した。1870年のリーの死後、1975年に報道大統領の承諾と米国議会によって米国市民権を回復した。ジョージア州アトランタ近郊のストーンマウンテンパークにはリー将軍を含む南軍将軍たちの巨大なレリーフが掘られている。トラベラーに乗ったリー、ありがとうございます。